皆さんこんにちは。 OSK 日本歌劇団の西良愛子です。お久しぶりです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は一人トークショーということで、短い時間ではございますがお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。それではまず第1問、どれにしようかな。ではじゃじゃん、密かに抱いてる夢。そうですね、密かに抱いている夢、本当にこれは密かなんですけれども、私実はサンリオのハローキティがもう学校生の頃から本当に大好きで、もうあのサンリオピューロランドとかにちょっとこう遊びに行ってはウキウキワクワクしてしまったりとか、あとはキティちゃんグッズをたくさん集めているんですけれども、そんなハローキティちゃんにとても憧れを抱いておりまして、ハローキティちゃんといつかコラボレーションしてみたいなと思っております。ハローキティちゃんもすごくダンスがお上手なので、一緒に歌ったり踊ったり、華やかな歌劇の世界と一緒にいつかコラボレーションできたら私の夢が叶います。なのでハローキティちゃんとコラボすることが密かに抱いてる夢でした。はい、それではじゃあ次いきたいと思います。これにします。じゃじゃん、あ、最近食べた美味しかったもの。あ、そうですね、あのですね、本日の朝にも食べてきたんですけれども、くるみパンです。あのアンデルセン、ご存知でしょうか。アンデルセンのくるみパンが本当に美味しくて、あのこう丸々一つ大きく500円くらいですかね、売ってるものがあるんですけれども、まずはそれのハーフを買ってみたんですけれども、本当にもっちりふわふわしてて、くるみがたくさん入ってて、もう美味しくて、それが本当に私は忘れられず、最近ちょっと週に1回ぐらいですかね、アンデルセンに足を運んでは大きい方のサイズを買うようになりました。なのでですね、最近食べた美味しかったものはくるみパンですかね。あとはですね、あのチキンカツが今すごく私の中でマイブームでして、あの鶏のもも肉ですかね。なのであのすごくカロリー的にも健康的にもいいかなと思って、ちょっとチキンカツを作るようになったんですけれども、ケチャップとマヨネーズとソースとごまを混ぜてこう調味料を作ってチキンカツをつけて食べるというのが私のマイブームで、その調味料が本当に美味しくて、ぜひ皆さんにもチキンカツを作ってみては、そちらのソースと全部合わせて食べていただけたら嬉しいななんて思います。はい、それでは次3問目ですね。これ、はい、じゃじゃん、いつか行ってみたい旅行先。あ、もうこれは私はもうずっと決まっております。バリです。なぜかと言いますと、去年のちょうど8月にラストパラダイスという公演をさせていただいたんですけれども、そちらはバリをモチーフにした公演となっておりまして、ケチャ・レゴンダンスといった音楽のジャンルのものを学んだんですけれども、それが本当に楽しくて、実際にバリに行ってレゴンダンスとケチャを見てみたいなという夢があり、もうずっとバリに行きたいなって思っています。あとはすごい温かな空気とか音楽とか、こう和むようなところが好きなので、南国に行ってみたいですね。ぜひいつかバリに行けたらいいなと思います。はい、それではじゃあ4問目、じゃじゃん、理想の娘役像について。これはそうですね、難しいですね。私が目指している娘役ということでもなく、舞台人として目指していることは、ダンス、歌、お芝居すべてに芝居心がある舞台人になりたいなとずっと思っていて、何をするにも舞台に立つにはまずお芝居の心を動かしてから、すべて手先、足先、指先すべてに神経が通るように日々努力したいなと思っています。あ
とは私がこう客席に座っていて素敵だなって思う娘役さんは、芝居心がある方はもう本当に心が動くんですけど、やはりすごく可愛らしい方に私はすごく惹かれてしまうので、見た目だけでもなく心も全て可愛らしい娘役さんっていうのが憧れているので、私はそんな娘役を目指していきたいなと思っています。はい、それでは1、2、3、4、5問目ですね。これじゃじゃん、理想の男役像について。男役さん、わあ、娘役さんの次は男役さんですって。あー、もう今ピンと浮かびました。私がいつもかっこいいって思ってしまう男役さんは、ソフトボールの似合う男役さんなんですけれども、こう右斜めというこだわりを持ってかぶって、多分こう皆さんこだわりがあるかと思うんですけれども、そのこだわりを持ってかぶっているソフトボール、娘役さんでもかぶることはあるんですけれども、やっぱり男役さんのかぶるソフトボールは本当にかっこいいなって思うので、その帽子をかぶって踊ってる姿や歌ってる姿に私はキュンとします。あとはやっぱり黒エンディがかっこいいなって思います。いつか私も着てみたいなーなんて思いながらもちょっと難しいかなと思うんですけれども、そんな姿を日々お稽古場とかでも眺められるのが私の幸せの一つです。あとはそうですね、娘役もそうなんですけれども、男役さんでもこだわりを持ってギラギラ舞台上で輝いている人は、やはりどんな方でも憧れるなって思います。はい、それでは次6問目いきますね。じゃじゃん、はい、好きなファッションについて。あ、好きなファッションはですね、私、本日は全身ピンクのワンピースなんですけれども、本当にピンクが幼い頃から大好きで、服の一部にピンクを入れるということが私のファッションのこだわりになっております。たまには白だったり水色だったり、そうですね、グリーンはあんま着ないんですけど、オレンジだったり着ることもあるんですけれども、いざこう今日は勝負だっていう日は、必ず全身の一部のどこかにピンクが入っているかなと思います。なかなか全身ピンクにしてしまうとちょっとわーってなってしまうと思うので、こうバランスを取りながらもピンクを入れていくというのはちょっと難しい部分はあるんですけれども、ピンクが大好きなので、やっぱりテンションが上がる色を着たいなと思い、なるべくこう桜祭りとかフェイス の写真とかでもついついピンクを選んでしまうんですけども、私のこだわりの一つでもあるので、ぜひ機会がありましたら私のファッションもちょっと見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは次ですね、7問目では行きたいと思います。じゃじゃん、ステイホーム中に家で見た映画について。これはもってこいな質問です。なぜかと言いますと、私はこのステイホーム中に1日1本って言っても過言ではないぐらい映画を見ました。バックトゥーザフューチャーや、ゴーストバスターズや、あとはずっと見たいなと思って見れていなかったスターウォーズの作品を全てシリーズもの見ました。なかなかこう周りの人からおすすめはされていたんですけれども、シリーズものってこうずっと 1,2,3,4,5,6 ってたくさん見ていかないとお話がわからないかなと思ったので、なかなか手に取れていなかったんですけれども、このステイホーム中に見てみました。本当に面白くて、ゴーストバスターズではビル・マーレイさんという方が本当に面白くて、その方 の3人のゴーストとかっていう、その方が出てる作品も見たりしました。私自身邦画が本当は大好きで、洋画はなかなか見なかったんですけれども、この自粛期間中、ステイホーム中にちょっと集中力を自分のアップしたいというのと、あとは洋画のこの映像を見てたくさん引き出しを増やしたいなと思って、普段ちょっと手に取ってなかったものを取って、邦画ではなく洋画を見てみました。今言った作品はどれもすごく面白くて、シリーズごとに見ていくとどん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 興味が湧いていく作品なので、
ぜひ皆さんお時間あったら見てみてください。はい、それでは次ラスト1問、大事なラスト1問ですね。じゃあ一番この真ん中目の前にあるこれ、じゃじゃん、今までの OSK 人生を振り返ってもう一度演じたい役。あ、これももってこいの質問ですね。私はもう決まっております。これはですね、獅子の星ステラレオニスで演じたアリスという役です。なぜかと言いますと、私自身むしろアリスという芸名で同じ名前の役名をいただいて、全く私の性格とは違う FBI 捜査官、ちょっとこう何ですか、気が強くて難しい役ではあったんですけれども、本当に初めてあんなにたくさんセリフもいただいて学んだ作品だったなって思うんですけど、今思えばあれもしたかった、これもしたかったとか、表情や仕草などももっとこうすればよかったなって思うことがたくさんあるので、もう少したくさん勉強して学年を得て、またアリスという役に出会えたらいいなって思っております。はい、それでは質問は終了ですね。皆様なかなかお会いできない日々ではありますが、いつか必ずまたお会いできる日を楽しみに。皆さん OSK の映像などもたくさん見てくださいね。また元気にお会いできる日を楽しみにしております。